こんにちは、山瀬の堀部です。今日は10月にオーダーした、49th のフレームが少し届き始めましたので、そちらのご紹介をしたいと思います。そうですね、今回入荷したのは NP シリーズですね。NP の20から21、22が届いています。で、順番にご紹介していきたいと思います。まずこちらが、NP の20ですね。オーソドックスなスタイルですけども、とてもこう掛け、いろんなものに合わせやすいんじゃないでしょうかね。スタイルに合わせやすいと思いますですね。こちらですね、実はこちらですね、こちらが NP の、20ですね。ちょっとかけてみましょうか。こんな感じです。いかがですか。この辺がこう、後でご紹介しますけど、21の方が少しこうなだらかなラインになっています。こちらはシャープなラインですね。スーツなんかにもいいと思います。じゃあ次に行きますね。こちらが NP の21です。先ほどの20に比べて少しこう、なんていうのかな、ソフトなイメージになると思います。こんな感じですね。そうですね。はい。じゃあまた21もかけてみますね。はい。どうでしょうか。少しこう、ソフトなイメージになりますかね。まあ、全体的にはシャープな感じはしますけども、比べるとっていう感じですね。ですね。で、次に今度は22をご紹介します。先ほどの21のようなちょっとスタイルなんですけど、全体的にのレンズの大きさが、玉型が大きくなってます。今、玉型って言ったんですけど、メガネ屋さんではこういったレンズの形のことを玉型って言いますね。面白いですね。はい。で、こういう感じですね。で、これもね、かけてみますね。こういう感じです。こちらは、イエロー笹っていうカラーのをかけてます。全体的にこう、縦幅が先ほどの20、1よりもありますね。ちょっと掛け比べてみますね。これは22の方ですね。これ22ですね。で、これが21ですね。という感じです。そうですね。こっちが22ですね。さっきより少しこうね、幅がありますね。こんな感じです。あと、もう一つね、これが20ですね。20が一番、まあ、今ご紹介した中では一番、シャープなラインだと思います。で、全部に共通しているのが、すごく書きやすくできているということですね。ちょっと次の場面いきますね。このように、花の部品がついています。で、こちらのチタンで作られてて、弾力性があるんで、少しのショックでも変形しにくくなってます。あと、花のパッドのデザインが、こう、丸く、ソフトな、当たり具合になってますので、すごく描きやすくなってます。あと、49thの特徴ですね。あと、横のですね、この部品がですね、衝撃を吸収してくれます。ちょっと動画で見てみましょうか。どうかな？映るかな？はい。そうですね。はい。こんな感じで映ってます。そうですね。機能性があってオーソドックスなスタイルなんですけども、先ほども言いましたけど、スーツとかそういったビジネスシーンでも合わせやすいと思います。
ちょっとイメージチェンジして、はっきりした、はっきりとしたイメージのフレームがいいかなって、お忙しの方にはすごくいいかなと思います。また山田さんに置いてありますんで、またいつでも見に来てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。